最聖国は韓国の元サッカー選手である。高麗大学から K リーグウルサム現代に入団。リトルマラドーナと呼ばれ五輪代表では10番をつけた。アテネオリンピックアジア最終予選、中国戦では60メートルをドリブル突破するなど、同年代でも突出した能力を持っていた。2005年は J リーグ柏レイソルの監督だったに、 早野博ひの希望でレンタル移籍したが期待された活躍はできず半年でウルサン現代に戻った2007年からは城南一は天馬でプレー。2007年10月24日に行われた AFC チャンピオンズリーグ準決勝浦和レッズ戦セカンドレグでは同点ゴールを決めるなど終始浦和を脅かす動きを見せたしかし PK 戦までも連れ込んだこの試合で 二番手キッカーを務めるも失敗。結局、これが両チーム通じて唯一の失敗となり、チームは敗れることになった。2008年8月2日に行われたジョモカップで先制ゴールを挙げ MVP を獲得した。2009年は兵役のため、甲州勝負フェニックスに入団した。後に同クラブ所属中に金東、 から800兆を持ちかけられたことを検察に出頭して打ち明けている。2011年10月5日に、クファから800兆二次加担者として、再の永久追放処分の決定が下された。その後の刑事裁判では2012年2月際に、懲役10ヶ月、社会奉仕活動200時間の判決を言い渡された。2012年、 マケドニアの FK ラボトにつきと契約したが、3月16日、国際サッカー連盟より、全世界各国のプロリーグでのプレーを禁止する、制裁措置が取られたため契約破棄となり退団した。同年5月より、韓国内の病院で事務員として勤務した後、水原市内で日本料理のレストランを経営している。2013年12月27日、 ソウル市内で信号を無視して警察に止められたとき、飲酒運転が発覚した。ありがとうございます。